300勝ぐらいするんじゃないかなと思って。あ、そう思ったんですか。それぐらいのボールだったんです。同じプロ野球選手なんですけど、もう別物なんですよね。もうやることやることがマジックですよ。もうと思う。タケが悪いなとピッチャー悪いけど打たれるピッチャーが悪いけど。川上健伸投手がこれ98年に入団ですかね。本当に生意気なルーキーだったっす。健伸さん生意気なルーキーでしたか。はい、明治から入ってきて。いい意味で生意気だったっす。全部持ってますよね、プロ野球のピッチャーとしての。投げる技術もそうですし、はい、考え方も精神的な体力も、はい、やっぱ明治ってそういう精神面が強いんですから、まあ、星野さんもそうでしょうけど、うん、でも意外と黙ってりゃいいんですけど、はい、喋り出すともとんでもない人間に変わるので、はいはいはい、だから YouTube もあの再生数多いですよね。おしゃべりもうまいし、もうわざとやってるぐらい字も間違えるし、はいはい、なんかよくわかんない。徳島商業やから勘弁してほしいわ。もう徳島商業やからバートエイジですもん。徳島商業やからもう勘弁してくださいよと。いやだってもユニフォーム着るとね、さすが明治っていうね、人変わりますよね。はい、僕はあのチャタンにあの坂東さんと一緒にちょっとキャンプの見せていただいた時に、星野さんが球受けてみろよ、謙信の球軽く投げるから受けてみろ、特別に受けさせていただいたら、はい、ちゃんと取れるぐらいの球で投げていただいて、はい、いいだろうこんなのお前阪神のキャンプやんないだろういいだろうあ、ここまでしてくれるの俺だからだぞって横でこうやってくれました。これバンとこうなんかやらせてもらいました。横で門倉さんが走ってましたけどね、こうあれどこでも走ってますよね、最近ね。陸上競技場で走ってらっしゃったんですけど。でもね、中日でルーキーで誰が一番って言ったら僕はやっぱ川上健伸ですよね。ルーキーイヤーで一番、二番、まあ、順番つけるのはあれなんですけど、まあまあすごかったですよ。なんか初めて受けたそのストレート、感触だったですね。300勝ぐらいするんじゃないかなと思った。あ、そう思ったんですか。それぐらいのボールだったんです。なんか知らないですけど、あの坂東英二さんがこう横で徳島商業やったから僕のね後輩がこんなにいいピッチングするとは、坂ちゃんいろいろありがとう俺らが先輩なのにな坂ちゃんとか言ってもほっとりって、まあ、裏で言いながらもあの中日のキャンプなんか賑やかでしたね。いやまあまあ見てるとこはですよね、はい、見えないとこは。いや僕らも毎日ピリピリですよ。あの皆様があの監督の時に訪問してくれたら、はい、監督がグラウンドから一瞬消える時があるので、はい、もうその時だけで気抜けるんです。だから極力皆さんに応援ツアー組んでもらって、はい、来てほしかったと。監督をもうグラウンドから出してほしいぐらい、もうね雰囲気が変わるんですよ。阪神もあの向こうの第二グラウンドで急にキャッチボールとか音声が出てきたなとか、川尻さんうわーって聞かれてるから、川尻さん張り切ってるなと思ったらパッと後ろ見たら星野さんだったって多いですよね。そういうものはありますよね、オーラというかね。あ、落合さんとの思い出ってな。落合さんはもうやっぱりもう一言で言うともうすごいですよね。同じプロ野球選手なんですけど、もう別物なんですよね。もうやることやることがマジックですよ。もうバッとボール持ったらもうすごいこと、わーあーって口開けてずっと見てるだけです。ティーバッティング一つにしても、ボーンってこうスピンかけてボールをブワーンって真上に上げるとか、ノックバット持ってピャンって打ったら、あのレフトとかライトポールあるじゃないですか、そこにボカーンって当てるとか、でマシンもこう正面からボッこう正面が来るやつをボーンって打ったり、いやもうできないですよね。ちょっと曲芸のような感じの曲芸です。だからできて落合さんになれるのかなって思ったこといっぱいありますけど、結局何一つできなかったですけど、でも人にできないことはたくさん。もう練習量から何から見て、練習はほとんど人前ではしなかったですよね。自分に当たるようなボールのところで打つ。で結構みんなやってみろって言って、結構ボコンボコン体やって逃げたりね、はい、まあそんなに速いボールじゃないですよ。緩いこうカーブマシンで打つんですけど、まあでもまあまあ速いですよ、はい、それを同じところに打ち返してずっと打ち返していくという。はあ、すごいんですね。いやもう
すごいしかないですね。監督になってもまた雰囲気変わってましたもんね、あれこう。そうですね、うん、まあ結果ね、やられた時はまあね、なんかわーわーわーなってましたけど、まあ監督としての成績もね、そうですね、すごい、ね、常にこうすごい優勝優勝っていうのが多かったですしね、うん、やっぱりすごい人なんですよね。裏方の方に5000払えば、裏方の人もみんなあのバッティングピッチャーやブルペンキャッチャーの方もあのグリーン車乗っていいんだよみたいな、なんかおっしゃってたみたいですよね。なんかあのバッティングピッチャーの方が言ってましたけどね。5000円払ってくれないですか。5000円払ってくれなかったみたいですけどね。5000円追加すればグリーン車払っていいよっつって。俺サインいただいたことあるんですけど、あのお茶さんサインいいですかねって時、なかなか書いてくれないですよね。分かったっつって書いたら裏側に書くんですよね、はい、松村こっちが表だぞ、ここに書けるような人間になれよって。かっこいいなと思って。でもね、食事も唯一僕だけだと思いますよ。現役時代選手で連れて行ってもらったの。あ、そうですか。1回だけあるんですよ。何を思ったか、はい、移動日で、お前今日は空いてんのかって言って、僕は当時監督がコーチに許可取らないと外食できなかったんですよ。あ、そういうルールがあったんです。あ、そうなったんですか、ね、どっか出る時は担当コーチかマネージャーに誰々とどこ行ってきますって言って出ていかないんだから、はい、ね、そうなんです、じゃあ俺が行っといてやるからって言ったら、もう暗黙のあれでも出て行って、で広島でご飯食べて、まあ多分僕だけだと思います。いや、それだけなんか誘いやすい人柄なんですかね。いや、結構ね、それで苦しんでたんですよね。監督にも怒られるし、試合も勝てないし、どっちかというとものすごい大きな壁にこう野球が面白くない時で、まあ、それを察してくれたのか。落合さんってすごいですね。聞けばね、結構何でも話してくれます。ただなかなか落合さんからこうとっ捕まえてってことはなかったですけど、こうしたいんですけどこのバッターどうやって攻めたらいいですかって言ったら、こういう風に行けって教えてくれました。あ、聞きに行けば、聞きに行けば、はい、答えてくれる、はい、それがまた、ね、もう結構、ね、ピンポイントで成功するんですよ。へ、やっぱ落合さんには見えてるんですね。見えてる。ゲーム中でももう困って、まあ、マウンドに集まって、そこまっすぐ行って最後お前変化球行ったら打てないよって、そのまま行って本当に打てなかったんです。なんか見えてるんですよね。辰川さんがいろんな方のところ、わざわざあのみんないろんなコーチ、いろんな監督さんのところに、なんかこう配球どうですかってわざわざあの鎖国しないでいろんな球団の方に聞きに、あれ聞きに行くって大事ですよね。大事ですよね。辰川さんの家に泊まる説が出たんですよ。星野さんが辰川さんに、お前オフコツ止めていいキャッチャーしてやれっていう。はあ、辰川さん同じ現役の時ですよ、まだ。へえ、現役の時に、はい、もう辰川さん92年に引退ですもんね。はい、ね、辰川さん、お前な広島で今度お前オフうちの劇で何々じゃあ喋ってから、何言ってんのかなと思って、はい、結局実現はしなかったんですけど、まあ、万が一あっても断ってましたけど、でも可愛がってもらいました、辰川さんには。まあ、でも今思うとそれが作戦だったのかなと思うところもありますけどね。でいろんなこと僕この調子だから喋っちゃうので、はいはいはい、あ、そうか、はい、いろいろ情報が聞けるなっていう、ささやき戦術みたいな。さすがにうまいですよ。お前は悪くないから、お前の気持ちは分かるから、な、みんなピッチャーが悪いじゃん、お前は悪くない、お前は悪くない、そうですよねってこうなるじゃないですか最後、はいはいはい、だからあれはどうなってんだ、こうなってんだって。辰川さん、竹が悪いなら、ピッチャー悪いけの、打たれるピッチャーが悪いけの。星野さんと辰川さんってなんかこういう昔からあるんですかね。あるんじゃないですか。星野さん監督の時、辰川さんとか西本さんとか呼ばれてます。でもなんか、ね、出てきて、なんか良さそうな、なんですかね。僕だって辰川さんがまだ就任する前に新聞で辰川さんがコーチだって言われてる時に、あの星野さんにパッと会った時、おい辰川頼むぞ。わかりました、あのよろしゅう頼みますよ、あの星野さんよろしゅう頼みます、頼むぞ辰川言われたの覚えてますね。本当にそっくりですね。いや、パッとこう言われましたもん。いや、竹さん本当どうもすいません、なんかまたいろいろありがとうございます。いや、もうね、ためにならないチャンネルで本当にまた明日から頑張れそうです。いや、嬉しいな、本当もう僕らの年代の一番の苦労人で矢面に立ったキャッチャーです、ね、はい、中村武史でした